まで、どこにいるかというとタイのバンコクにいます。バンコクのアソークから今したところはサイアムに来ました。サイアムということで、昔駐在してたけどよく、ね、休み日に来てたんですよ。サイアムサイアンパラゴンの、ところで食事したりとかしたんですけど、今サイアンパラゴンの、前にいます。サイアンパラゴンということでデパートですね。まあ、この中にお店が結構入ってるんですけど、専門店だけも結構入ってるんですけどね。でそっちが、サイアムの駅です。今この BTS のコンカレーションが集まってるので、まあ、この辺りも、周辺におしゃれな、ね、ショップがあったりして、まあ、東京で渋谷みたいな感じかな、どっちかっていうと、うん、で今、クリスマスということで、こんな感じでクリスマスの、デコレーションがされています。でこっちがサイアムセンターです。で、まあ、そっち向くと大きな、クリスマスツリーがあるんですけど、この国は正規な仏教国です。日本とは違う、大乗仏教ではなく少女仏教なんですけど、その中で、まあ、自分が駐在していた、7年8年前に比べてもなんかクリスマスに対しての熱がちょっと増したかなって感じはします。自分だけこんなに、ね、感じじゃなかった感じがするんですけどね、まあなんていうか日本、まあ、世界的に、ね、日本なんかでもそうなんですけど、クリスマスは祝いされていると思います。キリスト教徒でもない日本人がクリスマス祝いってのはおかしな話だなっていうのを思うんですけどね、実際のところはね。でもな、一応そうじゃない、キリスト教徒じゃない国、イスラム国はこういうにはやらないですけどね、一応、まあ、他の国でもクリスマスを祝ったりする感じですね、まあこんな感じです。